河西敏夫は兵庫県姫路市出身のプロ野球選手、コーチスカウト。赤石中学校から明治大学を経て、1946年にグレートリングに入団。入団者年度の1946年は86試合に出場し39盗塁を記録し、盗塁を獲得、7月15日の対ゴールドスター戦では NPB 史上初の1試合6安打を記録。 新人の盗塁王はこの後2001年に赤星の理ヒが記録するまでは唯一で2020年シーズン終了時点でも近本康二を含めた3人しかいない。また同年はリーグ最多ギガも記録している。1947年は107試合に出場し53盗塁で2年連続で盗塁王を獲得した。1948年は 自己最多の138試合に出場し66、盗塁で3年連続の盗塁王を獲得している。1949年も100試合に出場したが、盗塁数は23に止まり盗塁王にはなれなかった。1950年に大阪タイガースに移籍。移籍初年度の1950年は、レギュラーとして113試合に出場し、盗塁数は前年と同数の23を記録した。 1951年からは渡辺博之が外野手に定着したことから主に二類手を守る。同年もレギュラーとして出場、リーグ最多二打を記録している。1952年も二類手として出場することが多かったが、出場試合数は98試合と6年ぶりに二桁になった。1953年から二軍コーチを兼任することとなり、 一軍の出場試合数はわずか8試合となった。1954年は二軍の助監督を兼任し、一軍での試合出場はなかった。1955年から二軍監督を兼任した。同年は2年ぶりに一軍出場を記録したが7試合の出場に止まり、同年をもって現役を引退した。1956年まで二軍監督を務め、 1957年は二軍コーチを務めた。1958年からスカウトに転身。スカウトに転身して最初に担当したのは中京商工の本間マサルと屋内工の遠い五郎。1961年は関西大の藤井英治を担当している。1962年に1年の未コーチを務めるが、その後はまたスカウトで藤田平、江夏豊。 山本和幸、掛布正幸といった大物選手の担当を務めた。1976年に退職。1977年から、近鉄バファーローズのスカウト部長に就任し、大石大二郎、金村義明、小野和義、阿波野秀幸、赤堀本幸、野茂秀夫、中村則博、高村優、吉井正虎を担当した。1995年に、 福留光介を入団させることができなかったことから、スカウトを引退した。自宅が阪神甲子園球場から徒歩5分程度の位置にあり、スカウト引退後も、高校野球観戦に足しげく通っていた。また、産経スポーツで、河西と塩のエーコールでを連載していた。2007年6月25日、慢成人不全のため死去。万87歳没。 身長 164cm、体重 56kg とプロ野球選手としてはかなり小柄だったが、最多投類を3度記録するなど瞬足が持ち味だった。通算771試合の出場で223個の投類を記録している。その一方打撃は非力で、瞬足でありながら長打は少なく、打率も250から275程度であった。 しかしながら、シーズン最多ギダを2回記録するなど、小技を絡めることのできるモ者として活躍した。また、三振が非常に少なく、自己最多の三振数でさえ1948年の18である。同年は504打数を記録しており、三振率はわずか036であった。通算では2524打数でありながら79三振しか記しておらず。 三振率は031である日本プロ野球界最高スカウトの一人として名高い人物であり性格の強い選手馬力のある選手をスカウティングの極意としていたありがとうございます